松本潤、どうする家康、親友、中村氏千之助も、空振りでさらなる窮地に。頼みの綱は、ラスボスチャチャ、長沢雅美のサプライズ抜擢。9月24日夜8時、嵐の松本三39、主演の NHK 大河ドラマ、どうする家康の大、お会い日記、が放送される。9月17日には、第35回、 欲望の怪物が放送され、石田三成、中村七之助、40の登場が話題になった。しかし、平均世帯視聴率は10.1%、ビデオリサー,ー、サーー関東地区、とギリギリの2桁で、厳しい状態からは抜け出せなかった。第35回の内容は以下秀吉、室津吉、47は家康。 松本の上洛と引き換えに、大満所こと母の中、高畑厚八病を人質として岡崎へ送る。大満所は不機嫌そうで、美しい容姿を気に入った徳川家の家臣、伊直政、板垣り人21、二十一に、とんでもねえ化け物を産んで待った、と秀吉への恐れを打ち明けた。一方、家康を追い艦隊した秀吉は、 豊穣を説得するよう命じる。そのためには、豊穣に与えた沼田に居座っている、真田を説得しなければいけなかった。そして家康は、浜松城に帰る前夜豊臣一の切れ者と名高い石田三成に出会う。二人は夜空を見上げて、星座の話で森の間の平和な時を過ごした。数ヶ月後、家康らは真田正幸。 佐藤孝一、六十二、とその息子信行、吉村海と三十、と会う。坂井忠次、大森なお五十一、が沼田の地の引き渡しを求めるが、正幸は、のではないものを人にやることはできない。沼田は自分たち、真田君が切り取ったもので、家康が法上にやることはできないと断ったが、という展開。視聴者の X。 ツイッター、上の声は、いずれ戦うことになる三成が気の合うやからという設定で、演じるのが松潤と高校とかエモすぎる、あの三成と家康が、平和な世だったら、末永く良き友でいられたはずの二人、ってはっきり描かれてるのが、歴史は残酷だ、など、家康と三成のシーンへの反響が大きかった。